横さん、はい、お帰りなさいませ。はい、帰ってまいりました。大変でしたね。大変でしたよ。もう毎日動画楽しみにしてました。あ、ありがとうございます。はい、もう成田着いた瞬間にすき家に行きたくてねもう目の前がすき家だったんで、はい、もうゆで太郎とかすき家とかね、もう行きたい。どこでもいいから日本のね、うん、美味しいものは食べたくてもう今も吉木行ってきましたよ朝。はい、なんと美味しいね、うん、日本素晴らしいですね。日本素晴らしい、はい、そして、はい、まあ、なんといっても、まあ、これ PR 動画になりますけれども、はい、またゴルフパートナー、日本は恵まれてますよね。ゴルフパートナーいっぱいあるから。なんでもう向こうはないからね。ないのよ。向こうもショップ行ったんですよね。もう去年行ったじゃん、うん、もう今年は行ってない、さすがに。もう高くて寂れて何もない中古屋、うん、もうこんな天国ですよ日本は。はい、はい、ということで、はい、今日は、浜松商店ですね。はい、浜松商店、はい、こじんまりした店舗ですけど、そうやっぱね、全部しらみつぶしにお店を見てみないとね。そうなんですよ、うん、ここもなかなかいいのがありそうですよ。行ってみましょう。はい、はい、なんかすごいトモさんの、ユーティリティのすごかったね、あれね、うん、そう、面白いでしょあの動画、うん、トモさんの。あ、もう出てる出てる。スモーク出たじゃん。もう間もなくシダやりますからね、うん、もうアポ取ってますから、うん、クールクラブスで、ね、スイングひもんや楽しみ。いつだっけ行くの。来週。来週、うん、あ、これまだ何これ、これ取り出せないのこれ、うん、取り出せなくなってるのかな、ね、どういう感じなの。僕もね、トリプルダイヤだけまだ見てないの。見てないんだ、うん、トリプルダイヤとかってまだないの。後から。いや、もう同時に出てるはず。へー、アップライトだな少し。ね、これシールが貼ってない。あ、それがシダクラブなのかな、うん、まさかもう中古ってわけじゃないよね。シダシダまだ売ってないから。マックス D、 こんな感じですか。いや、いいかも。なんで見して。え、どんな感じ。いやいやいや、いいかも。ちょっと構えてごらん。お、うん、こうなんつうの、先の下の方はこう、うん、ここが出ててさ、うん、なんつうの、構えやすくない、はい、なんか構えやすいし、うん、インサイドから打ってきやすそう、うんうんうん、ちょっと見せてね、うん、横さんの今取り組んでるスイング向きなんじゃないですか、うん、なんつうの、先の下の方がさ、うん、よく見えて、ここが出ててさ、うん、なんかすごい良くない。良さそうですね。ここが出てると要はフェースがこう、なんていうの、締めなくて済むじゃん、うん、ほう、あ、すいません、サムネ、もうサムネにするかもしれないですね、そこね。こうで、こう求愛点、求愛点、意味わかります。この点、あのピンもほらマックス点形っていうの出てるんですけど、どういう意味か。ちょっと待ってよ。わかります。聞いてます、僕の話。あのサムネ用の絵欲しいんじゃないかな。僕の話聞いてます。何何何、この10の意味分かりますかって。分かんない。9点 9i 点、うん、分かんない。あの完成モーメントを1万超えさせるクエストを達成したって意味の9i 点らしいです。完成モーメントを1万超える、 MOI 1万超えるのが MOI、 そう、完成モーメントの数値、はい、難しい。要は、うん、それが高ければ高いほど芯が広くて優しいって言われてる、うん、あ、そうなんですか、うん、
じゃあ AI スモークも芯が広がったし、これも芯が広がったんだ。そうだけど、うん、ピンと、うん、あのテイラーだけその完成モーメントの方に振ったのは、うん、あのキャロウェイはあれだから、うん、キャロウェイはあのまた AI でフェイスを、うん、あの開発したっていうところ、うん、なんかね少しフェイス面が見やすくなったね。なんかさテイラーはなんでもう打つ気もしなかったかっていうと、すっごいミラーだねこれ。フェース面が なんだかどこ向いてるか分かんないから、あのツイストフェースで、うん、で打つ気なくなっちゃってたわけ。これさ、うん、輪郭出てきたじゃん、うん、ここをほらここを白くペイントしたことによって輪郭がパチッと分かるようになって、分かるようになったね、はい、なんかリクヤがやりそうな、そのさフェイスのやっぱり輪郭がパチッとしてないと、うん、どこにフェイスが向いてるって分かんないから、そうです、ね、これは非常にいいあれだ。あこれはね良さそう。なんか打つ気もなかったんだけど前は忖度ないですね。そう今日も損歯に気ぬ着せぬ。これは、うん、すごいフェースのさ向きがパッ、このこれを白くやったことによってすごい分かりやすい、うん、分かりやすいね、うんうんうん、これすごいでも重要なことと思うよ。フェースがだってさどっち向いてるか分かんないっていうのはさ、うん、どこ向いてるか分かんないんだもんね。どこ向いてるか分かんないんだもん、はい、だからピン好きなのはほら白く塗ってるの、この白く塗ってんじゃん、うん、分かりやすいですよね。そうすると分かりやすいわけよ、うん、フェイスどこ向いてますよっていうの。これ X100? X100 のなんかユニシャフ、え U あ U、うん、ライト違う U ってあのここがパラレルじゃなくてあのあパラレルなんですよね、うん、なんかステップが均等だもんね、うん、だんだんこれ普通こっち広くなってくる手元が。いやって軽いんでしょ。いやパラレルなんじゃないですか。パラレル、あのここがパラレル、普通はテーパーしてるけどここがパラレルなのが言うじゃないですか。え全部パラレルなんだね。いやアイアンシャフトはテーパーしてるじゃないですか。テーパーしてんだ、うん、へえ。ちょっとわかんない、僕の記憶ではそうだったけどもし違ったらまあいい加減なのが横田慎一チャンネル。ちょっと何もう気になっちゃってしょうがない。 IQ10、うん、QI10、うん、気になっちゃってしょうがない。 QI10 ちょっと気になってる。すごいよ、ここやっぱこの店もほらポップがすごいよ、めっちゃ説明書いてある。書いてある、うん、これこうやって写してたらもうそれでほらほらこれ、うん、ぶっ飛び典型を体感せよ。ぶっ飛び典型、そうそうそう、 QI10 のここがすごい。インフィニティカーボンコインステルスのカーボンコインの範囲75.97さらなる経路から寛容性と一人性を実現で、これです。これか、うん、最大級完成モーメント、まっすぐ動くってこと。要するにいや完成モーメントだから重心のまあ振動ですね、うん、前に押し出す力。ああ押し出す力、前に押し出す力って言ったらいいのかな。あ飛ぶってこと。完成モーメントってその安定性とかその全体がこう一緒に動くとかっていうことではない。いやだから飛距離がミスヒットした時もフェース面がこうくにゃって なりづらい。そうだよね、うん、そういうことだよね、うん、で AI スモークの子がすごい。やっぱこのフェースを AI がまた、うん、100万個以上のスイング出たから AI が勉強して作ったっていう。オフセンターヒットした時に12ヤード、うん、そうそうそう飛ぶようになって、飛ぶようになったよ、11ヤード飛ぶようになったよってこと、うんということらしい。 7.4 ヤード飛ぶようになったの、シーン食った時に、うん、ほんまかいなほんまかいな。
何に比べてでしょうね。パラダイムに比べてだったらすごいことじゃない？それはねと思うけど。さんまさんのやつじゃないですかそれ。え？そんなうまいわけないやろ。うまいわけないやろ。ほんまやって。本当に飛んだ。ね、うん。ちょっと。いつだっけ、もう近々で行くよ、ね、来週ね、しだします。来週しだで、はい、うん、まあ、パター、うん、ウェッジもね、横さん60度入れなきゃいけないからね。堀川みくむのパターの話聞いてからなんかこういうのがいいのかな。センターが気になっちゃう。センターがこれみくむも大丈夫なやつかな。これキャスコ系はフェースが真上向けばいいんじゃないですか。真上向いて、うん、四角対称だってたよね、うんうん、このシルエットが四角ければいいんだっけ。森田さんのはね真上向かないって言ったもんね。あ、言ってたよね森田撮るさんの、うんうん、横さんが撮って送ってくれた動画。あ、はい、真上向かないやつね、うん、なんかヤマハもなんか面白い形のパター作ってきました。あ、これは前向きますよ。前向きますね。これ何なんだろう、このヒールの、ね、ヒールの形。ヨコさん、ラブゴルフって知ってます？知らないです。今、かなり PGA で使ってる人流行ってんの。分からない。どこにも向かないの。どこにも向かないやつがある。どこにも向かない。うん、へえ。そんなのあんの。でもね、アダム・スコット使ってたりとか、はい、あとカミロ・ビジェが使ったりとか、うん、あとウィル・ザラトリス使ったりとか、そうなの。相当流行ってる今。何それ、売ってないの。売ってるお店あるんで後で行きましょうか。ああ、行きましょう。はい、へえ。なんか AI スモークと、はい、あれが気になってしょうがない。見ましょう古いクラブも、うん、このアイブレードお得じゃないですか。ガンちゃん、大岩隆一のアイブレード。大岩隆一ね、うん、同じ門下生じゃないですか。同門下生ね、うん、いい顔してんなピンって。これとこれこの値段になってきたんだったらおすすめだな、うんうん、芯が広くて球上がる。かぶってないクラブの代表作だなこれ、うん、ね、うん、いいクラブですよね。この金額だったらあり。むちゃくちゃお買い得だわ。そう、この年代の頃は本当ね、ピンも被ってないよね、うん、あともうトモさんの動画見たらもうユーティリティめっちゃ気になるね。もう、ああ、トモさんはこれだっけ。この7でしょ、トモさん。あれそう、7は売ってないって言ったね。シンガポールで買ったって言ってましたね。ねえ、7、やっぱ25度ぐらいまではあるけど、本当ユーティリティを使いこなすよ、うん、腰痛が半端なくて、うん、もうちょこんって当てるだけでも飛ぶわけ、うん、でしかも結構ガチャガチャに打っていい球出るようにいじってるって感じだったもんね。そう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 。格安コーナーにもさ、ああもうなんか良さそうなさ7番ユーティリティとかさ、うんうん、あってさ、うんうんうん、もうこういうところもめっちゃ気になる。そうだね、うん、そういう、ああいうところで掘り出し物を見つけた方がいいね。うん、誰だっけ、ムロク。ムロク誰だっけ、なんか使ってなかったっけ。ムロタさん。あ、ムロタさんか、うん、あと宮本さんは M4。 あ、宮本もこれ系使ってたよ、ね、M4 で、ミクムはもう M4。ミクムはツイートスイストフェイスになる前のやつだから M4 がいいっつって M4 にして、スティンガー打つやつね。ミクムが、ミクムがスティンガー打つやつ M4 だ、うん、なんかこの辺のさ、うん、歴代テイラーフェアウェイウッド打ち比べっていうのも面白いね。あ、スプーンね、スプーン、うん、スプーン選手権 M2 からいきますか。 M1 からありますよこれ、うん、
じゃあもう奇数もいくってことね。 M5 とか M3 とか。そう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 、なんかそういうのも面白そうだよね、うん。トリプルタイヤパラダイム、うん、あプラスだって、ロフト立ってるやつだ、うん、もう最近はねロフト寝てるやつが好きだからね。昔は立ってるの好きだったけど、立ってる玉上がんねえこれじゃ。うおー立ってますね、弾丸ライナーですね。うま、なんかね、うまい人はやっぱロフト寝てるのを使ってる理由が分かったよ、うん。このエピック系も多いよね。エピックスピード、うん、これは私これだね今。エピックスピードね、うん。何気に PGA ツアーでまだ使われてる。32,000円、シニアツアー行ったら多そうだな、ヨーロッパシニアツアー行ったら。なんかね、こういうのばっかりだね、みんなね。そう、テーラーのこれ系は被ってなくていいっすよ。もう、ちょっとやっぱ古いのがね、やっぱ弾きも、弾きすぎてもほら、あの右にすっ飛んじゃう、滑るのがあるからさ、はいはいはい、あんまり弾きが良くない年代のモデル、うんうんうん、で芯が広くて球が上がるっていうのが狙い目かななんて僕は思ってるんですけどね、いつも、うん。これいい顔してるわこれはね。あもう面がいい、1もう2万切った。7番ウッドいいですね、うん。なんかさ、やっぱり高橋智さんとか見てるとさ、うん、こういうショートウッド系とかユーティリティ、うん、やっぱあれですよ、うん、皆さんシニアツアー見に来た方がいいですよ、うん、何のユーティリティ使ってんのか教えてくれますよ。シニアの選手も優しいから。ねえねえ、 ZX4 って知ってる？いや俺もさっき見て、何こんなのあったのって思って、ちょっと見てみたのよ。見てみようよ、うん、俺も知らない。あ、ZX5 よりまたさらに優しいんだ。そうだ、大きい、ね、中空だ、中空、ほら、ここに穴開いてるもん。大きいね、うわ、大きい感想が大きい、うん。目はどうですか？ちょっとおかぶりですちょっとおかぶりで、なんかさ、飯島さんもあれしてたじゃん、 ZX5 の二度寝かせ。森田さんもそうじゃん。そう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 、あのね、寝かせると、うん、こうね、かぶりもなくなるからね、うんうん。でさらに弾きがいいヘッドでしょ、うん、で上向いてるでしょ、うん、球は上がるよね、うん。なんかZX5 の二度寝かせっていうのは結構やる価値あるような気がする。ねえ、俺もそう思った、うん、いいんだろうなって、うん。さあ、釣り屋ゴルフは最近どういう顔になってんだろうか。なんかたまに釣り屋も遊びに行きたいな、うん。お、やっぱイズム、イズムが継承してくれてんな。横田イズム、いいよ、面が。あ、本当だね、うん、本当だね。おお、いいじゃん、フェース面向き。そうだそうだね、ヨゴさんもさ、うん、それもいいしさ、僕今これクレイジー見て思い出したんだけど、うん、あの僕ね、はい、長尺パター作ったんですよ、はいはいはい、で、はいはい、カーボンのあの長尺パターのシャフトあるじゃん、はいはいはい、あれ試したことある？あ、ない、ない。結構いいよ。あ、良さそうだよね、うん、クレイジーのね、うん、カーボンシャフトパター用の。要は真ん中が軽いからさ、で硬いじゃん、だからもうバランスが手元と、はい、あの先端に振られてるから、
すごくいいよ。真ん中軽くして、うん、何これ見たことない、うん、フェイス白くてマーベリックマックスファストじゃないですか。何これ、あの遅れて出たやつじゃないですか、あのマーベリック。あ、なんか面が良さそう。あ、これいいですね。面がいい。なんかちょっと女性用じゃ物足りない女性とか良さそう。なるほど。ボールトリプルダイヤです。あるかな、トリプルダイヤシダ、あそこに。あるんじゃないですか。クールクラブスに。松山放りましたね。うん、8番アイアン。165ヤード。やっぱこれ使ってんのかな。かな。松山のアイアンって俺見たことないんだよな。見に行きましょう。うん。どこに？アメリカ。アメリカに。今ちょうどほらファーマーズインシュランスやってるじゃないですか。うんうんうん、一昨年横さんと一緒に見に行ったなと思う。ね、はい、うん。見て、今日も朝10時半まで見ちゃいました。昨日2日目崩しちゃったね。松山ね。うん。あ、久津ね。久津ね。うん。すごいことだよね。うん。本当に。まあ、ちゃんと3戦連続予選通過しますから ね。トリパインでさ、セミちゃんも。トリパインでさ、初日トップだったっけ。うん。かな。でもノースコースで回ったスコアだから、あ、ノースサースなんですよ、あの予選が。ああ、そうか。うん、いや、あのトリパイン出て左のコースは本当長いから、うん、あそこでサースコースでしょ、うんうん、あそこでいいスコアを出すってあれは日本人じゃ無理だよ。横さん両方回ったことあるの？俺はあっちの長い方の昔の、まだ改造前のね。ほんと難しいもんね。10、11、12、13が難しいんでしょ、うん、もうね、俺が回った時よりさらに難しくなってるから俺語れない。俺あの優しい頃で、うん、高校の時あの毎日80打ってたから。あ、日本代表で米倉さんが優勝したんでしょ。そう、すごいよね、うん、俺が米倉優勝した時は俺20年2年連続で行ったんだけど、うん、初年度はもうどうにもならなかった。一応日本代表で行ってんだよ、うん、2人に高校生ナンバーワンナンバーツーしか出れないから、うん、俺ナンバーツーで行ってんのに。すごいね、スター選手80だよ、80毎日80。どうにもならない、あのポアナグリーンとラフト、あ、ポアナね、ラフバミューダのラフト、うん、もう頭の中はもうこんがらがっちゃって。よし、はい、ちょっと外のあれ見よう、あのユーティリティ、安いユーティリティ、安いユーティリティね。さっき気になったのはね、そのゼクシオの7番、どんな感じ？あ、そういう感じ。顎が出てますか？いいよ。いいですね。いい。いいですね。絶対球上がるね。顎さえあれば何でも上がる。どっからでも上がる。ラフからもね。こっからここに引っ掛ければ。ディボットでも上がる。ラフでもあの引っかき出せそうだもんね、うん、顎さえあれば何でも上がる。すごいね。 OK、 じゃあ今日もあと数店舗待ってみますか。なんかすっごいパターンなの。はあ、信号好きそう。
キンコ好きそう。なんだこのパターン。どう見えんの上から構えたら。先輩。持ってますよあれ。面白いねそれね。これは慎吾好きそう。面白と、はい、いうことで、じゃあ次の店行きますか。行きましょうか。はいはい、ここの浜松町店でございました。はい、はい、アイブレードがお買い得です。はい、4万円。はい、はい、皆さん、タイ合宿の、告知動画でございます。2月の20日から2月の24日、タイで、僕と、釧路遊ぶと、ゴルフしませんでしょうか。最大6名様です。いろいろとフレキシブルに、対応はできると思いますので、詳しいことは、興味ある方は、釧路遊ぶのインスタにDM を送っていただければと思います。2月の20日から24日、ここでタイでゴルフできますので、ご興味のある方は、お問い合わせをいただければと思います。よろしくお願いいたします。現地集合、現地解散になると思います。よろしくお願いいたします。おそらくオンラインサロンのメンバーさんが優先になると思いますが、よろしくお願いいたします。